まずはスワローズの先発カルカス、神宮球場のマウンドに上がります。どんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね。そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。はい、その 1,2 番がどう活躍していくのか見ていきましょう。低めはボール。よく見ましたね。打ちました。サードが前に来る。オバナアウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。バッターは2番に入っている田中。カルカス、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。ピッチャーが取る。アウト。2アウト。バッターは3番のプロ。2アウトランナーありません。先発ピッチャーカルカス、そしてキャッチャーは中村。このバッテリーをカープ打線がどう攻略していくか。空振りになります。ボールですか。膝元、変化球がわずかに外れています。変化球タイミング合いません。ツーボールツーストライクです。打った。このフライはどうだ、落ちるか。最後はレフトフライ。一旦で3アウトです。この回カープ3人で攻撃を終えています。2回表に入ります。カープの攻撃、バッターボックス鈴木。スワローズ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。初球打ち、ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。打順は5番西川。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球は外。低めで打ち損じを狙いたいですね。なるほど、そうですか。3球目打ちました。これはショートライナー。さあ一塁には先制のランナー。バッターボックスには坂倉。ここはエンドランも警戒しておきたいですよね。さあランナーをどう生かしてくるか。ファウルになります。ワンボールツーストライクです。打ちました。ここは打ち上げています。掴んでツーアウトです。バッターは7番に入っている堂林。ツーアウトになっています。ファウルです。インサイド落ちました。これはどうか。グラブが届いた。一塁送球アウト。素晴らしい守備を見せてくれました。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。小宮山さん、まずまずの立ち上がりと見ていいですかね。まあそうですね、まあ、持ち味を発揮してという感じですかね。そうですね、両投手の特徴が出てますよね。いいまっすぐですね。アウトローのストレート、空振りです。打ちました。ショート取った。アウト。ワンアウト。次はピッチャーの打順ですが、先発の遠藤がバッターボックスに入ります。まあ、打たれてはいけない相手ですからね、しっかり抑えたいですね。そうですね。いいボールが行きましたね。インローのストレート、力のあるボールです。ノーボールツーストライク。見逃して三振です。打順は1番に帰ります。バッター大森。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。2球目も見送っています。インサイド落ちました。ファウルになります。変化球空振り。スリーアウト。チェンジ。この回カープ三者凡退です。4回の表追いかけるカープの攻撃、バッターボックスは2番田中。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。スワローズリードで迎える4回です。インサイド、ここはフライになっています。上がりすぎました。ライト掴んでワンアウト。バッターボックスは3番クロウ。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。打った。レフトに大きな打球。レフトが追いかけますが頭を越えました。ワンアウトランナー一塁です。打席には5番バッター鈴木。
先ほどのヒットはいい当たりでしたから、ええ、ここは注意しないといけませんね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。さあ勝負してくるのか。打ちました。カルカス二塁へ、セカンドフォースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。3対0、ヤクルトスワローズがリードしています。